ございます。今日は学校の初日の日です。タイに引っ越してきて学校に初めて行く日ですね。ねえねえ、元気ないじゃない。ないんですよ。怖い。先生怖くない？怖い。ちょっとドキドキする。セナはどう？初めての英語の学校。初めて。あ、そうなの。緊張しない？うん、すごいじゃん。昨日はね、学校にちょっと初めて行ってオリエンテーションがあったんだよね。何人の先生と話してどうだった学校？先生はね、すごく優しい。うん。ジェニーに変わったんですけど、なぜかというと、私前の学校でユジューハーってあれで言われてたの。だから、あ、自分でもユズズが言えないんだなみたいな感じで。ね、タイ人はズが言えないんだよね。ユジューハーって言うからね。だからジェニーにした。ジェニー。私のお部屋です。これが私の制服です。このやつとこのやつが名前もね、セットジェニーセットになっています。いいせーの。かわいいでしょ。うん、かわいい。うわ、せやくんかっこいいじゃん。この洋服いいじゃん。やったー。ママ、せな、この靴払ってよ。お願いします。待って、よし、行くか。楽しみ。楽しみ。そわそわだね。そわ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 。車に乗ってね、学校毎朝行きます。行きます。ゆずのクラスは日本人いた？いない。いない。シナは2人にいます。あとセラ合わせれば3人。先生と会話した時に、うん、日本人の生徒なんて初めてですって言われて、チャイナいんだみたいな。ね、チャイナ美味しそうだったね。チャイナいる。緊張してきた。緊張してきたね。うん。誰か来た。頑張って。楽しんで。ぎゅ、うん、いらっしゃい。どうだった、せなくん？超楽しかった。超楽しかった？うん。英語わかんなくても超楽しかった？うん。音楽の時にね、歌をみたいに使って、
jump in, jump out. Turn yourself up. Then jump in, jump out. And introduce yourself. That are 自分を introduce して、like my name is Jenny. Yeah, みんなが言ってくれるの。I like 例えば sports でみんな yeah. And I like dancing. Yeah.Okay, okay, okay. みたいな感じで全員一人ずつやった。めっちゃ外国っぽい。Yeah. 楽しかったです。